ロスノフスキ家の娘は、ジェフリー・アーチャーが1982年に発表した小説。アメリカで、ポーランド系移民2世として生まれたフローレンティナが、ビジネスで成功しつつ、史上初の女性アメリカ合衆国大統領となる、家庭を描く。同じ作者による、ケインとアベルの続編である。現代ザ・プロディガル・ドーターは、ルカによる、副印象の、 宝刀息子の帰還の説話に由来している。二人の主人公の人生を交互に描いた、ケインとアベルの続編であり、フロレンティナは、両者を結びつける、重要人物として登場する。フロレンティナの幼少時代から描かれる前半部分は、ケインとアベル後半部と重複する時期をなぞっており、新たにフロレンティナの家庭教師や親友を、 登場させたり新たなエピソードを加えることによって、前作の未読者でも物語を把握できるよう別の物語として浮き立たせ、既読者にとってはさらに重層的な物語を楽しめる構造になっている。祖国ポーランドを割れ、身一つで合衆国にたどり着いたアベル・ロスノフスキは一台でホテルチェーンを築き上げた。一人娘のフロレンティナは、 上流社会に入ろうとする彼の期待を担って成長した。理想的な家庭教師に恵まれて順調に父の後を継ぐものと思われた彼女は宿敵ケイン家の息子と恋に落ちてしまう。父たちは激怒し、二人は約束された財産を捨てて駆け落ちするが、アベル・ロスノフスキ、ポーランド移民出身のホテル王、ザフィア・ロスノフスキ、アベルの妻、 フロレンティナ・ロスノフスキ、アベルの一人娘。リチャード・ケイン、ボストンの名門の長男。ケイト・ケイン、リチャードの母。ミスト・レッド・ゴールド、フロレンティナの家庭教師。イギリス人。ジョージ・ノバク、フロレンティナの名付け親。アベルの片腕。エドワード・ウィンチェスター、フロレンティナの幼馴染み。ベラ・ヘラマン、フロレンティナのルームメイト。ヘンリー・オズボーン。 シカゴの会員議員、ジェシー・コバッツ、ニューヨーク・バロンホテルの従業員、ありがとうございます。